そしてその既得権の壁乗り越えることができれば、私たちの国もっと安心安全となり、そして成長していくことができます。その既得権の壁打ち破っていくために、政治を新しくし、そして私石戸知恵、皆様と共にありがとうございます。未来への責任ある政治を果たしてまいります。参議院選挙残すところあと3日、私石戸知恵あともう一押し、あともう一押しという状況です。私石戸知恵、その自分自身の原点の川口の地、本日戻ってまいりました。川口の皆様が私にとっての支えでございます。どうか皆様のお力添えを石戸知恵に賜りますように心からお願いを申し上げます。それでは私石戸知恵からのお願い、皆様のお耳に届きましたでしょうか。石戸知恵と投票用紙にお書きいただきたく、そしてお願いを申し上げます。ありがとうございます。